皆さんこんにちは、ワンダルグルービジです。今回は信長の野望新世、こちらをプレイしていきたいと思います。子供がちょっと生まれてまして、なかなかまとまった時間プレイできなかったり収録できなかったりしたんですが、今回からね、満を持してプレイをしていきたいと思います。早速初めからを選んでいきます。今回プレイするシナリオですね、まあ、いくつかあるんですけども、今回早期購入特典がついているものを用意してありますので、1575年4月長篠の設楽原の戦い、こちらをプレイしていきたいと思います。まあ、俗に言う長篠の戦い、織田徳川連合軍と信玄亡き後の武田、この戦いがこの長篠の戦いのテーマになっていると思うんですけども、まあ、もう一方で鉄砲隊と騎馬隊の戦いという要素もあると思うので、このあたりもね、どういうふうにこの新しい信長の野望で描かれているのか、見ていきたいと思っています。で、選択する大名ですね、全国マップから選べるような形になっています。で、勢力一覧で切り替えることもできます。そうするとですね、兵力順だったり、城の数で相当できますね。で、これ見ていくと、やっぱり、信長、兵力、城の数、武将数で圧倒してるんですが、それに次ぐのがやっぱり武田なんですよね。信玄亡き後でも、やっぱり武田家は強いというのがこれでよくわかると思います。で、今回プレイする大名はですね、来年の松潤が主演予定、大河ドラマ、どうする家康。これにちなんで、家康を選択していきましょう。で、家康とですね、まあ、当面のライバルになるであろう武田家に比べておくと、家康が城6、武将40に対して、勝頼は城が17、武将59と、城の数では倍以上の差がある。まあ、格上の相手だと言えると思うので、まあ、信長との同盟をうまく使いながらプレイをしていけたらいいかなというふうに思います。難易度は中級、歴史イベントはあり、チュートリアルは要所はスキップして進めていきます。では早速、長篠の戦い、プレイをしていきましょう。天正3年。武田勝頼は大軍で三河長篠城を囲んだ。徳川へと離反した奥平家に見せしめとして灸を据えねば、他の国衆まで武田を見限ってしまう。偉大なる父と比較され、自らの威信の不足を自覚しつつも、信玄亡き武田家を率いねばならぬ勝頼は苦悩していた。徳川を素早く呼応した。三方ヶ原で信玄に苦杯を喫して2年余、雪辱を期する家康は長篠救助のため盟友の来援を乞う。織田信長も信玄以来の因縁に決着をつけんと快諾。かくて連合軍は大量の火縄銃と木材を担いだ兵を要し長篠に向かう。長篠包囲中の武田軍に急報が入る。徳川軍の奇襲で飛びガス山砦が陥落と。兄はかないや、この時すでに勝頼が信長の術中に落ちていようとは。工場の要となる砦を失ったばかりか、退路まで断たれた危機に武田軍は包囲を諦め、操られたように設楽ヶ原へ押し出される。そこには驚くべき光景があった。アルミバラから続く長大な馬防柵、武田軍の前に現れた。それはさながら城のごとき天雷だった。交代できぬ以上前進あるのみ。不利を承知で武田軍は野戦築城の突破に挑まざるを得なかった。武田自慢の騎馬隊は武骨な柵に遮り、次々と織田鉄砲隊の餌食となり壊滅した。威信を得ようともがき
敗れた勝頼は数多の重臣の命と武田の名望までも失う。かたや全ての筋書きを当てた信長は未曾有の成果を各地の大名に喧伝し天下人の座を引き寄せたのだった。はい、では長篠の戦いのイベントをご覧いただいたところで実際のプレイに入っていきたいと思います。で、新しくですね、二俣城、ここが今のイベントで手に入ったので、早速ここに城主を任命していきましょう。武将、誰を任命するかなんですが、侍大将以上の武将はピックアップされてます。で、二俣城はですね、対武田の最前線になるので、やっぱり、統率や武勇に優れた武将と、いうのを配置したいと思います。そうなるとまずは榊原康政、いや統率も武勇もそして知略もバランスがすごくいいですね。でもう一人の候補が忠勝、まあこの忠勝はもう言わずと知れた武勇に秀でた武将なんですけども、武勇が98、統率が85、まあ、知略も79と決して低くはないんですよね。今回は、まあ、この忠勝を、この二俣城の城主に新しく任命をしていきたいと思います。城主はですね、いざ合戦となった場合には、部隊長として出陣するので、まあ、圧倒的に武力に優れたものを配置しておくのがいいかなと、個人的には思ってますね。片付けない。まあ、安政もね、当然、どっかに配置をね、この後考えていきたいと思います。その他、地業の割り当て、さっとしておきましょう。では、長篠の戦いの後のイベントのうち、まあ、一つね、面白そうなのがあるので、これだけ見ていきたいと思います。長篠の戦いで完敗を期した、勝頼の帰還ですね。大坂正信は、まあ、対上杉対策ということで、国に残っていたので、まあ、生き残った武将ですね。なんたる失態か。負けよ、好きにせよ。まあ、ちなみに、長篠の戦いで、まあ、武田の重臣と言われた、馬場信春とかね、超優秀なスペックを持ってる武将も多数死亡しているので、まあ、そういう意味でもこのイベントで、城の数以上に武田と、徳川の力の差というのは埋まったんじゃないかなと思います。では続いて、チュートリアルに沿って外交政策を行っておきます。まあ、外交はですね、この後当然武田との雌雄を決する決戦があると思うので、信長に対して婚姻ができるところまでしっかり行いましょう。取り次ぎは、まあ、どうだろう。ただ継ぎあたりにしておきますか。忠勝に、忠継ぐに命じます。おかめ、賜り申した。では、これでしばらく時間を進めて、武田領進行作戦ですね。これの準備を進めていきます。先ほど、外交を行っていた、織田家からですね、光秀が来ているということです。よろしいでしょうか。いずれ徳川に援軍や仲介など平時のご協力を願いたくお約束いただけませんか。もちろんこれ信長の要請というのは現状の徳川からすると命令に等しいので承諾しましょう。
さあ、ではですね、まだ合戦のしどころ、タイミングではないと思うんですけども、まあ、陽動の意味も込めて、一度、軍事作戦、攻略目標を発動しておきます。目標はズバリ、駿府。駿府が取れると一気に収入が増して、嬉しくなるので、なんとしても手に入れたいですね。で、あとはですね、二俣城、掛川城、浜松城、長篠城、吉田城、岡崎城からも出陣します。では出陣の指示を出しました。家康、あとは二俣城に入れた。忠勝を中心に掛川城からも兵を出します。これで掛川に侵入してきた武田軍、撃退していこうと。まあそういう算段ですね。まあ、完全に制圧されてしまったとしても取り返せばいいので、一旦掛川城東で家康と忠勝の到着を待ちます。で、その後取り返しに行きましょう。では先陣を。忠勝、家康に任せて、で、掛川城の部隊もですね、ご詰めに投入します。で、合戦かとなってるんですけど、これ合戦するとですね、合戦モードに移行して、まあ、より細かい統制が取れるんですけども、まあ、今回は合戦するよりも、このモードで戦った方が多分、より有利に進むと思います。このまま進めていきます。お、半蔵が飯田城城主を襲撃させたんだな。これ大きいですね。半蔵に闇討ちを指示してたんですが、功を奏したようです。では下を取り返しましょう。さて武田軍ですが、これを見ると駿府に勝つより自ら兵4000を率いて出陣してきてますね。合計でどうだろう、駿府に1万近い軍勢が武田軍は入りそうです。この動向は要注意ですね。そしてまた下に侵入してくるのか、厄介だな。では信長に援軍の要請をして、一気に武田領駿府を取りに行きましょうか。それで構わん。現状をおさらいしておくと、駿府城周辺で武田軍と小競り合いが続いているという状態ですね。で、これそれに対してですね、信長にはこちら飯田城、ここの攻略をお願いしました。これで敵に部隊が出てくれれば、武田軍はここから兵を引かざるを得ないでしょう。そうですね、飯田城を焼き討ちにしているところ、敵は勝頼が飯田城に出陣で、岡部隊中心に兵3000がこの駿府にいるという状態ですね。よし、これでいよいよ出陣をしていきましょう。この駿府、ここに出陣をします。ではこちらも出陣です。もうちょっと出陣のタイミング後でもよかったのかな。ただ勝頼はこのまま飯田城に向かいますね。なので我々は駿府へ向かいましょう。いや、ただ敵も駿府に援軍を出してくるな。思ったより簡単にはいかなそうですね。おお、直政が加わってくれました。この直政は心強いなぁ。組頭に直政入りましたけど、これ、侍大将まで一気に引き上げていきたいですよね。それは少々。いや、織田軍と武田軍が一気にぶつかるなぁ。こちらも駿府城をなんとか取りたいけど、どうだろうね。駿府に4000の兵が入って、さらに援軍が続々とやってくるというこの状況。ちょっと一度時間止めて様子見したいですね。
援軍が壊滅しただと武田軍を相手に。これはちょっと予想してなかったな。みんな駿府にやってくるな。ちょっと一旦時間止めましょう。どうしようかな。一度退却しましょう。ここは今無理に戦うシチュエーションじゃないので退却します。第一次駿府城攻略戦はあまりうまくいかなかったんですが、まあ、ちょっと趣向を凝らしたというか、直政が加わってくれたのでいい直政ですね。これを飯野屋に入れてみました。こんな感じですね。飯野屋にいます。ではまた時間を進めていきます。どうでしょう、これ見るとですね、武田軍は、まあ、岩殿城をはじめ辻ヶ崎館もそうですけども、大部隊を北へと進めてますね。上杉軍と激戦に入るようです。これこの機を逃す手はないですよね。なんとかしてこれ駿府に攻め込みたいんですが、敵が大きく離れるのを待ちましょう。大きく離れるのを待って一気に軍を送り込みます。で、再び信長には飯田城の攻略をお願いしてみましょう。軍勢が整ったら出撃します。どうだろう、だいぶ敵は遠ざかりましたよね。これであれば一気に駿府城を奪える。信長には援軍をお願いします。再び飯田城に向かってもらいましょう。そして再び全軍を持って出陣します。駿府城に向けて出陣、最短ルートでいきます。みんなわしに続け。ここは何としても取りたいですよね。何、北条軍が援軍で来るのか。いやー、これはちょっと想定してなかったな。なので北条軍が駿府を守るっていうね、ちょっとそういう構図になりますね、これは。で、武田軍も帰ってくる。まあ当然だよな。まあただここは屈強だ北条軍であったとしても、なんとか一戦交えて勝利を取りたいですね。氏政自ら出撃してきましたね。では合戦に入ります。一気に兵力優位なこの状況なので、氏政を撃破して駿府になだれ込みましょう。まず合戦のねルール説明していくと、要衝をしっかり押さえて敵の退路を断つというのが基本的な戦い方になります。対戦します。ま、武将の数、兵力の数ともに北条を圧倒しているのでね、ここはまあ問題なく北条軍の撃破ができるかなと思います。何をすべきぞ。氏政撤退に追い込みました。これで駿府までなだれ込めるかどうかですね。まあ、多少兵力を失ってはいると思うので、残りの兵力で駿府を落とせるかどうかっていうね、確認をしていきたいと思います。ただ勝つ、さすがですね。あとは大久保が一番やり取ってます。さあ、このモーセントになだれ込みましょう。もう一合戦野戦があるのか、それともセントで戦うことになるのかっていうのね、ちょっと確認が必要だと思うんですけど、敵が揃うのを待ってから一気に来たが、して
いかに動くか合戦に持ち込みます。これは勝頼の弟かな、西田撃破していきましょう。これ撃破できれば駿府は落とせるというふうに思います。ただ強いですからね、西田は。では回戦です。夫人もデフォルトで大丈夫だと思います。武将の数が圧倒的に多い、兵力も多い、兵力が少なかったりするとね、持ちこたえるルート、攻めるルートしっかり検討する必要あると思うんですけどね。まあ、これうまくできればですけど、敵の退路を断つ、というのもありですね。西名隊とまともにぶつかって兵力を損傷するぐらいであればうまく敵の退路を断ってしまうというのも一つの手かなと思います。では合戦進めていきます。王女つながりが出陣してたんですね。で、敵の軒口、まあ、退却ルートですね、これを確保しました。これで西名対撃破、この勢いのままなんとか駿府取りたいですね。ただ勝つ、ここでもただ勝つ。では攻城戦に入ります。耐久ゼロにすると城が制圧できるということですね。城を囲め、落とすぞ。敵ながら見事、敵の援軍が来たとしてもまあ大丈夫かなと思います。城を攻めよ。飯田城の方でも合戦が始まってますね。北条家当主宇治政が面会を求めて来訪。武田家との戦、ここを収めてもらえるか。しょうがないな、停戦か。もったいないな。感謝いたす。まあもう一歩で駿府が落とせるというところまで来ましたけど、残念ながら駿府取れずという形ですね。これこの後の外交戦略で北条ともある程度外交で侵攻を結んでおく必要がありそうですね。という形でかなり合戦もスピード感がある演出になっていて面白そうだなというのがここまでプレイした感想になります。では、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。